はい、皆さんこんにちは、きよりです。今日はですね、じゃじゃん、やってきました。今日はメジャーリーグを見に来てます。レッドソックス対エンゼルスです。ということで、大谷君がいる試合なので結構楽しみです。はい、ということで今から入っていって、試合の今2時間前ぐらいなので、いろいろ試合の前の様子を動画にしていこうかなと思います。では見てお土産屋さん入ってみます。かわいい、このサイズめっちゃかわいいんだけど、50ドルもする。帽子とかどんぐらいするの？40ドル。赤ちゃんのワイル。めっちゃ可愛いんだけど。哺乳瓶。哺乳瓶じゃない。おしゃぶり。可愛い。お土産にしたくなっちゃう。子供サイズが多い。何？キャラ？これ？レッドソックスのキャラクターなの？あ、そうなの？なんて言うんだろう？かわいいんだけど。これ25ドル。あ、これもある。これ7ドルだ。ピッチから一番近いところです。
今からフードを買います。ということで、あと少しです。
帰ってきました。これだけ持って帰ってきました。なんとですね、松坂選手と会って写真を撮ることができました。こんな光栄なことはないということで、大谷くんが打ってるとこも見れたし、松坂選手にも会えたしということで、とても満足な完成になりました。はい、もしこの動画がいいなと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。 5am and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow.